どうも皆さんこんにちは、ひとうです。ということで今回はね、また戦艦ネタということで、僕がね今までちょっと、話しやすい話題っていうのをね話してきてるわけなんですけども、今回僕がね話したい話題がですね、南米の海軍の戦艦が結構面白いんですよっていうので、ちょっと南米海軍、これ一番強力な当時 ABC 三国、今でも言うのかな、南米の ABC 三国、アルゼンチン、ブラジル、チリ、それぞれの海軍が結構激しく喧嘩競争をしてた時期があるんですよ。でこの時期が結構面白いんで、で結構ね意外と日本とも関わりがあるっていうところでね、この話をちょっとしていきたいと思います。で、この時期各国海軍がね何度も言ってるけど、世界中の海軍が戦艦を持とうとしてるっていう中で、南米の海軍ももちろん南米の中で一番ね経済的に上位にある ABC 三国、それぞれみんな海軍強化してたわけなんですけども、最初にね話すべき船っていうと、ジュゼッペ・ガリバルディ級っていう、すごい名前ややこしいんだけど、ジュゼッペ・ガリバルディ級っていう装甲巡洋艦が、イタリア海軍が作った装甲巡洋艦があるんですけど、この装甲巡洋艦はですね大量生産されたんですよ。結構いっぱいまとまった数作ってて、10隻ぐらい作ってるのかな、結構たくさん作ったうちの何隻かをアルゼンチンに売ってるんですよ。この装甲巡洋艦は別にね性能がめちゃめちゃすごいってわけではなくて、別になんかねそんなすごい性能の戦艦、装甲巡洋艦じゃないんだけど、 ABC 三国って南米の中では強豪国なんだけど、ヨーロッパとかねアメリカとか日本とかと比べたらまだそこまでこう経済的にすごく豊かってわけじゃないから、戦艦は欲しいけどちゃんとした戦艦は高すぎるってことで、その世界各国結構小国とかもその二等戦艦っていうかしょぼい戦艦みたいなのは大体持つんでね、これ第二次世界大戦までも使われている方法っていうか、第二次世界大戦の例えばフィンランドとかあの辺の国とかも海防戦艦、海を守るとか海防戦艦っていうね船をずっと持ってたんだけど、これも別に性能的にはもうしょぼしょぼだけど、戦艦として考えたら、でもその海を守る上ではそれなりの敵の軍艦を破壊できるだけの火力があって戦闘能力が高いっていう、海防戦艦っていうのがあるんだけど、そういうこう安くてそこそこ使える戦艦を作ると、持っていくっていう持っとくっていうのがそのあって、でその時にそのアルゼンチンが持ったのがこのジュゼッペ・ガリバルディ級装甲巡洋艦で、これをアルゼンチン海軍は買うんだけど、この装甲巡洋艦の一部を売ろうとしたんだよね。なんで売ろうっていう決断になったのかちょっと僕もねあんまりよく分かってないんだけど、とりあえずちょっとアルゼンチンが何隻かいっぱい買ったんだけど、イタリアからちょっと2隻売ろうかなって言ったんだよね。これを当時日露戦争が起こるぐらいの時期で、そのロシアも日本もちょっともう戦争は起こるぞと、日本とロシアいつか戦争するぞっていう雰囲気があるから、ロシアがね買おうとするんだよね。アルゼンチンのリバダビアとモレノってこの装甲巡洋艦をなんとかして買ってやろうと、で自分とこの海軍に編入して、使ってやろうって思うんだけど、なんとか日本海軍がこの装甲巡洋艦をアルゼンチンから買うんですよね。これが本当に大きくて、そのなんでかっていうと、日露戦争の間に日本は戦艦2隻失うんだよね。嫌いを踏んで八島と初瀬だっけ、ちょっと忘れたけど、戦艦2隻なくすんですよ。だからその結果としてこの装甲巡洋艦2隻買っといたことによって、そのもちろん戦艦と同じ性能じゃないから性能的には弱いんだけど、とはいえこれによって戦艦の喪失、日本海軍としてはロシア太平洋艦隊をまず自分無傷で倒しますと、無傷で撃破して、もう戦艦1隻も失うことなく撃破して、その後バルチック艦隊が来るからそのバルチック艦隊を倒すっていうのが日本海軍の、戦略であったから、戦艦2隻失ったのものすごく痛かったんだけど、この装甲巡洋艦2隻購入によってやっとよしと戦えるということになったんだよ。でこの装甲巡洋艦の特徴としてはね、アルゼンチン海軍にいた時は25センチ単装砲2機っていうね、すごい火力が弱いんだけど、これね戦艦的な意味があったから、あんまり火力が弱すぎると微妙なんだよね。で日本海軍に編入されてからは20センチ砲に交換したんだけど、そのうちのその春日だけは25センチ砲残してたんだよ。25センチ砲1門プラス20センチ砲連装砲1機かっていう構成だったんだけど、これが実はね旅順港攻略作戦の時にすごい役に立って、その旅順港攻撃の時にその敵の砲台が旅順のところに港にあるわけですよ。でその日本海軍の軍艦戦艦とかが接近するとめっ
ちゃ撃ってくるのね、砲台が。でなかなかその旅順港をこう海から援護するっていうことができなかったんだけど、春日だけはこの25センチ砲に、春日の25センチ砲、これイタリアの25センチ砲なんだけど、これがね、結構行角が高く取れて射程距離が長かったんだよね。だからその砲台の射程圏外から遠距離から旅順港に向けて攻撃をすることができて、こいつがね結構その旅順港攻略作戦の時にちょっと活躍したみたいなねとこもあって、まあとにかく、まあ戦艦的な役割が求められてた、まあ走行巡洋艦なのかなっていう感じで、それと同時に同じ時期に実はチリも似たようなことをしてて、チリもねそういうこうしょぼい、まあ他の国と比べたらしょぼいけどみたいな走行巡洋艦を、まあ、戦艦代わりで、持ってたんだけど、これ、ね、イギリスがチリに向けて撃った、走行巡洋艦2隻、ちょっと名前は忘れたけど、チリ海軍も走行巡洋艦2隻持ってたんですよ。でこれはね25センチ砲連装砲2機4門、連装砲2機4門だから25センチ砲単装砲2機っていう、マジでちょっと火力的には本当にしょぼしょぼなんだけど、まあそれに比べてると1隻の性能は結構高い、その分2隻しか持ってないんだけど、でこの戦艦もチリが持ってたんだけど、ちょっと売ろうとしたんだよねチリが、売ろうかなこの戦艦って言って、結果ロシアが買おうとするんですよこの走行巡洋艦をロシアがついに買うぞってなっちゃって、やばいやばいってなった時にイギリスがやばいぞと、ロシアにあの走行巡洋艦を売ってしまっては日本が日露戦争に負けてしまうかもしれないってことで、ロシアに売られる前にイギリスが買うっていうね、イギリスが買って自分とこの軍艦にするっていう、でスイヒトシュアっていう名前になるっていう、この船もまあ別に、まあ、走行巡洋艦なんでね、めちゃめちゃものすごい目立ったすごい船って感じではないけど、まあ、走行巡洋艦では25センチ砲連装2機4門なんで、まあ結構そこそこ火力はあるのかなっていう感じですね。まあでも別にすごくものすごい目立った性能って感じではないですね。ここまでがまあ弩級戦艦が登場する前の話なんだけど、でその後日露戦争が起こって、でまあ日本が勝つんだけど、日露戦争の後に何が起こるかっていうと、ドレッドノートを作るんですよイギリスが。このドレッドノートの完成によって世界の戦艦の全てが旧式になって、まあ戦力が大きくダウンしたわけですよ。ってことはです、ってことはこれからの時代は弩級戦艦だということで、その弩級戦艦の波がね、まあ、ABC 三国にも来るわけですよ。さっき言ったようにそのこう結構海軍力っていうのを高めていってる時期だったから、でそこで最初に、弩級戦艦を買うのがブラジルなんですよ。このブラジルはね、まあ、南米なんでやっぱりアメリカとのつながりが強くて、それでアメリカにちょっとね弩級戦艦を作ってくれませんかっていう話を、それでこの弩級戦艦が火力がね30センチ砲連装砲6機12門って感じで、かなり火力が高いんだけど、それだけじゃないんだよね。その日本海軍とかドイツ海軍もそうなんだけど、弩級戦艦作った時にその亀甲型っていうのかな、亀の甲羅みたいにこう6個砲塔を配置してたんだけど、この弩級戦艦の砲塔の配置って実は効率が悪いんだよ。あんまり効率のいい砲塔の配置じゃなくて、まあ横向きの火力がねあんまりこう死ぬんだよね、死んでる砲塔が多いんだよ。に対してそのミナスジェライス級っていうこのアメリカに発注したそのこの弩級戦艦は結構30センチ砲連装6機12門ってだけでもすごいんだけど、後の戦艦で一般的に使われる背負い式配置っていう、その1個目の砲塔の後ろにこうちょっと高いところに2段目の砲塔をつけてこう並べるっていう背負い式配置っていうのを前と後ろに設置してあるんだよ。でこう前に2門、後ろに2つで、あと横に1個ずつ、左右に1個ずつの6門っていう火力なんだけど、これがね、まあ、横に左右どっちにでも向けられる砲塔が多いんで、数が多いから結構火力が高いんですよ。当時の世界の戦艦の中で言えばかなり火力が高い部類だと思いますね。弩級戦艦、しかもブラジルに売るような戦艦なんだけど、まあやっぱりそのアメリカもブラジルに売る戦艦だから、まあそのなんか技術的な実験みたいなのをちょっと多分やったんだと思うんだよね。当時背負い式配置っていうのは砲塔がこう一段ちょっと高い位置に設置されるから、安定性が、船の安定性が悪くなったりとか、あとはその大砲の爆風がすごいから、その船の指揮所があるよね、環境があるけど、この環境の爆風がやばすぎて、その結構実際運用するとき大変なんじゃないかみたいな説があって、背負い式配置っていうの自体はその試してる国はあったんだけど、前の背負い式配置、船の前に背負い式配置を設置するっていうのはやってみるっていうのは誰もまだやってなかったことだから、まあ、これを挑戦したんだよね。で実際、まあ、成功して、この船は結構火力が高いんだよね。
ということで、これがね、まあブラジル海軍がこれを2隻買うんだけど、ミナスジェライスとサンパウロっていう名前で買うんだけど、正直ぶっ壊れだよね。もう今までそれこそアルゼンチンが装甲巡洋艦とかしか持ってなかった中で、ちょっとぶっ壊れ性能でどうすんだということで、まあこれがね、南米の嫌韓競争にまた火をつけちゃうっていう結果になるんで、これでもうアルゼンチンがまず動いて、アルゼンチンがじゃあ戦艦を作るしかないということで、弩級戦艦をね作ろうということで、リバダビア級っていう戦艦を作ります。このリバダビア級はブラジルがミナスジェライスを作ったから、今度もこれも南米だからアメリカにお願いして、アメリカさんちょっと弩級戦艦作ってよって言って、こういくつか案を出させて、で作らせた船なんだけど、そのこの船はなんかね、俺もちょっと詳しいことはよくわかんないんだけど、なんかその当時の世界各国の戦艦のいろんな特徴を組み合わせた船で、でブラジルの戦艦よりも結果でかくなって、性能もものすごい強くなっちゃったっていう、これもまたねぶっ壊れ性能で、ミナスジェライス級と基本的に火力的にはまあ同じなんだけど、新しくそのミナスジェライス級は古いエンジンの仕組みだったんだけど、新しいエンジンを導入して機関部も小型化させたりとか、あとはそのミナスジェライス級で試されたその1、2番砲塔の背負い式配置とかいうのが行われてて、あとは速力とかもね、ミナスジェライスよりもちょっと速くなってるんだよね。この辺も新しい機関の影響だと思うんだけど、ミナスジェライスとかもそうなのに、防御がねちょっとしょぼいんだよね。この辺の船ってちょっとね薄いんだよね。薄めの防御でちょっとその我慢してるみたいなとこあるんだけど、このリバダビア級に関しては防御もガチ、足がミナスジェライスよりちょっと速くて、しかも防御はかなりガチでやってる。本気で戦艦、敵の戦艦と殴り合えるぐらいの火力を持たしてる。ミナスジェライスとかは火力はあるんだけど、例えば同じぐらいの性能の戦艦同士で殴り合ったらちょっと弱いんだよ。防御ちょっと痛えなーって、ダメージ結構でかいなーって感じになっちゃうんだけど、そこをね防御をかなり強化するっていうのはすごくねこう強気の、なんか本当に戦える戦艦を買おうとしてたんだなっていうのがわかるねって感じでね、これまあ同じアメリカがブラジルとアルゼンチンにそれぞれすごい戦艦を作って売っちゃったっていうね、これおいおいアメリカって感じなんだけど、このリバダビア級がかなりすごい船で、まあここまでブラジルアルゼンチンと来て、おいおいと、チリ海軍が黙って見てるわけにいられるかということで、チリ海軍もこれ戦艦を買うんです。今までがねアメリカにお願いしてたのに対して、アルゼンチン、イギリスにお願いします。まあ当時世界の戦艦作りの中で一番戦艦作り上手いのはイギリスなんで、やっぱりチリはイギリスにお願いして、これがね、アルミランテラトーレ戦艦2隻発注して、この戦艦作ってる時に、その今までその弩級戦艦が世界最先端って言われてたんだけど、イギリスがその後に超弩級戦艦を作るんだよね。それで一気に弩級戦艦自体が旧式になっちゃったって流れがあるんだよ。だからもちろんチリも超弩級戦艦をくれと、最新鋭最強の軍艦をくれというふうに言って、じゃあイギリスも分かったと、じゃあ作ってやろうじゃねえかということで作るんだけど、この戦艦がもちろん超弩級戦艦なんで、弩級戦艦の特徴っていうのは船体の横に砲塔を置いてあるってことなんだけど、超弩級戦艦の特徴はもう横に砲を置くのもやめて、船体の中心部分に大砲を並べるということによって、そう側面の火力の効率を上げるっていうことが、まあ、超弩級戦艦の条件の一つなんだけど、まあ、それを行っている。でプラス火力なんだけど、これが36センチ砲なんだよね。まあ、これ日本がイギリスに同じく発注した戦艦金剛と一緒なんだけど、36センチ砲の連装砲5機10門、単純な火力で言えば金剛よりも上なんだよこの船。もうさ、で当時の戦艦の主砲の口径がだいたい 13.5 インチ、イギリスとかね 13.5 インチ34センチとかが基本で、それこそドイツなんかもね、まだそんなに火力がなかったから33センチとか30センチとかそんなんだから、とだから日本とがコンゴを持ってて、チリがアルミランテラトーレ持ってて、どっちも36センチで世界最強の火力なんだよ。まあそういうすごい船、火力世界トップで、で機動力もね22ノットなんで、23ノット弱ぐらい出るんで、足もね別に遅くないね。リバダビアと比べるとね、まあめっちゃ速いってこともないんだけど、ただね問題点としては装甲がちょっと薄い。どうしても予算をね小さくね、経済力のないっていうか弱い国だから、まあ、予算を削る上で一番楽なのはサイズを小さくするってことだから、まあ火力大事、足もまあ
早い方がいいってなったら、まあ防御削るしかないんだよ。だから防御は正直だいぶ薄い。ちょっとね、物足りない。うん、これ防御の物足りなさはちょっとねいただけないけど、まあ、その分ね火力があるから、この相手を殴り殺すだけの火力があるから、まあ、そこはねすごく強みかなと思いますね。ということで、このアルミランテラトーレ、作ったんだけど、あの第一次世界大戦の時にちょっと頼むわとちょっとチリ海軍さん貸してくださいということで、イギリスがこの戦艦を買ってカナダって名前にして、でユトランド沖海戦に参加するんだけど、なんかそんな目立った大活躍っていうのも特にない。ただね、やっぱり性能が強くて、しかも船の見た目もかっこいいと言われてたから、イギリスの第一戦隊、戦艦部隊の第一戦隊っていうものすごい大事な重役にも重役を務めたりとかもして、やっぱ強い船、イギリス多分ねこの船結構欲しかったんじゃないかな、本気でと思うんだけど、作るんだけど、その後まあチリにやっぱ売ろうと、まあ、元はチリの船だから、それでまあチリに売ろうかなってことでチリに売り戻すことにしたんだけど、その時にその、まあ、アルミランテラトーレ、あの2隻発注したんだよね。あ、1隻目アルミランテラトーレは、まあ、無理やり完成させて第一次大戦参加してたんだけど、2隻目のアルミランテコクランっていう船はまだ完成してなかったんだよね。で、完成してない状態でイギリスも売ろうとは思ったんだけど、よくよく考えた時に、そのブラジル海軍が弩級戦艦2隻です。で、アルゼンチンの海軍も弩級戦艦を2隻で、ここでチリ海軍が超弩級戦艦を2隻持ってしまった時に戦力のバランスが崩れるんじゃないかと。そうなると、じゃあブラジルとかアルゼンチン海軍がじゃあ超弩級戦艦をくれと言ってくる可能性があるよね。でも南米でひどい戦艦競争が起こってしまう可能性がある。で、当時は世界がちょっと緊縮財政で、軍艦作るのとかもちょっと減らしましょうよみたいな風潮があった時代だから、ちょっとあんまりねそういう過度に刺激するようなことはやめようということで、ちょっとじゃあアルミランテラトーレ完成したやつだけ売るわ。まあ一回買い上げてるからイギリスが。これややこしいんだけど、チリが一回戦艦2隻買うんだけど、その買った戦艦をイギリスが2隻とも買い上げて第一次大戦に使ってるんだよね。で、使った後もう一回売るわって言ってるわけだから、まあチリも別に損をしてるわけじゃないから。で、アルミランテラトーレだけ売って、で、このアルミランテコクラン未完成のやつは空母に回収されて、使われてるということになるんだよね。で、このアルミランテラトーレはめちゃめちゃ強い船で、海でその海戦があったら面白かったなと思うんだけど、まあ、チリってね、場所柄特に戦闘がなかったので、第二次大戦とかも何にもなくて、で、結果ね、第二次世界大戦も終わり、で、こっからが面白いんだけど、1958年にアルミランテラトーレがね、スクラップとして売られることになるんだけど、日本がこれ買うんだよ、スクラップとして。1959年に日本が、買ったんだよ。だから、そういう意味では、日本が最後に買った戦艦は、このアルミランテラトーレ、もしくはイギリス戦艦、カナダな。結構さ、面白くない？日本が最後に買った戦艦、実は戦後にあったっていう。ところで、で、まあ、第一次世界大戦に参加した軍艦で唯一、最後まで生き残った戦艦だし、なんか、三笠を復元するときにもね、これ使われたらしいんだけどね。っていうことで、まあ、その、南米海軍、俺の中でね、南米海軍最強の軍艦で、一番俺、世界の戦艦の中でもかなり好きな戦艦が、このアルミランテラトーレ、もしくはカナダなんですよね。36センチ砲っていう莫大な火力を持たせてるっていう、このアンバランスさっていうね、南米海軍がそんな最強の軍艦を持ってるっていうのが面白い。ブラジルもね、イギリスに戦艦をお願いしてるんだよね。まあ、その、チリが超弩級戦艦を作ろうとしてたのと同じように、ブラジルも、ちょっと超弩級戦艦をくれとイギリスに言って、その時に30センチ砲連装砲7機14門っていうわけわかんない戦艦作るんだけど、それが後にまあいろいろはトルコが買おう、オスマントルコが買おうとするんだけど、それをイギリスが買わせず無理やり強奪して戦艦エジンコートになるっていう。だからその元エジンコートの元はブラジルの戦艦のリオデジャネイロっていうね、こういう一件もあったりすると。ということで、まあ、めちゃめちゃ長くなっちゃったね。南米海軍の話めっちゃ好きなんだけど。はい。ということで、そんな感じなんだけど。まあ、南米海軍のね、船すごい好きなんだけど、弱点が一個あって、名前が覚えにくい。うん。名前がものすごく覚えにくいっていう問題だけはあるんだけど、まあ、それ以外はね、面白い。で、あとはね、リバナビアなんか、例えばミナスジェライス、最初にブラジルが作った弩級戦艦、ってブラジルがアメリカにお願いして作った弩級戦艦は、結構普通の戦艦っぽい感じなの。もちろん世界に先んじていろいろ採用してた部分はあるけど、そんなこう見た目的には普通って感じなんだけど、
リバダビアが面白いのはね、リバダビアがその後アメリカに発注したのはもう本当にね、なんかあこれアメリカの戦艦だってなる見た目になってる。だから多分その間にもアメリカの戦艦技術が発達してるっていうのもちょっとわかるんだよね。例えばカゴマストとかもそうだし、アメリカの戦艦技術もちょっと熟成されてきて、こう発達してこう完成されてきたみたいな。当時アメリカのね、初期のアメリカの戦艦っていうのはそんなにこうなんていうのかな、まあいろいろこう試行錯誤しながら悩みながら作ってたみたいなところもあったし、リバダビアに至ってこうだいぶ完成されてるなっていうのもわかる。うん、まあ俺はねもう間違いなくアルミランテラトーレ推しなんだけど、まあ、ちょっとめちゃめちゃもう動画ね25分とかになっちゃったんで、編集で20分以内にできたらいいなと思いますけど、はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ。